はい、こんにちは。ドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則で、社長のビジョンを確立し、強力な経営チームを作り、組織に火をつける、ドラッカー専門の経営コンサルタント、村瀬康介です。今回はですね、日本のドラッカーといわれる市倉定さん、そしてその根底市倉定さんがベースとして学ばれたドラッカーの教えからですね、さらに深い皆さんの経営卓越のヒントを読み解いていこうと思います。今回の市倉定さんの名言です。セールスマンの報告だけ聞いても外部の様子はわからない。セールスマンの報告だけ聞いても外部の様子はわからない。皆さんはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。社長としてですね、だんだん組織がまとまってくると、ご自身がお客様に会うことなしにセールスマンの報告だけ聞いて、市場はこうだ、こんなものだなって把握されている方いませんか。これではいけないっていうんですね。このベースとなる考え方、ピーター・ドラッカーの考え方でですね、今の経営者さんというのは、ドラッカーは言うんです、組織の会社の中に閉じこもって、まるで穴熊のように閉じこもって、お客さんがいるのは市場です。市場、マーケットを見ていない。マーケットを見ることをマーケティング、市場思考、顧客思考と言います。社内に閉じこもってマーケットを見れない。マーケットが変化していくからこそ、そこに事業の利益が生まれたり、経営の危機が生まれたりするわけなんですけど、そのマーケットの真実を見えない社長、社内に閉じこもってマーケットを見えない社長、穴熊社長と言います。社長の姿勢としてどうあるべきなのか、マーケットの真実、市場の真実、市場の変化っていうのを、ちょっとすみません、これ見にくいですね。マーケットこっちにしましょう。マーケットここにしますとね、どうやって把握するべきなのかといったとき、市場、営業マンから上がってくる報告だけでいいんでしょうか。それで事業の真実は見えるんでしょうか。あなたが創業したとき、あなたが新しく事業を作ったときには、自身でもともとお客様を回って、お客様の雰囲気を必死で把握して、会社を軌道に乗せるためにお客様の意見を聞いて、さまざまなビジネスのアイデアであったりサービスのヒントを得ていったんじゃないでしょうか。いつの間にかそれが社員さんがある程度整って、営業マン、さまざまに、部門がきっちり独立してきますとね、そこからの情報しか得なくなってくる社長は会社を潰すってです。これ穴熊社長が会社、ドラッカーはこういうふうに言います。まるで今の経営者、経営陣は社内にいながら、社内というのは何かというと、山奥の寺院であるとか大学の研究室にいながら、市場、マーケットに向けての商品を開発している。これではうまくいくわけないよね。市場の温度っていうのは市場に聞かなければわからない。ドラッカーはお客様のことは想像してはいけない。お客様に直接見て聞いて、バカだと思われても見て聞いて質問しなければいけない。本当にあなたが売り上げを上げたいのであれば、お客様に直接見て聞いて、お客様の真実を必死に毛穴から吸収するように、その情報を得るから事業のヒントが出るんです。これ何を言いたいかと言いますとね、経営者の仕事において非常に大事な仕事というのは販売とマーケティングが9割っていうことを私言うんですけど、販売とマーケティングがうまくいってれば、会社の経営っていうのは大体うまくいくわけです。会社の業績を得れば雰囲気もいいですし、社内のコミュニケーションも良くなる。販売とマーケティングを営業マンという、これ代理人に任せてはいけないということなんですよ。社長自身があくまで販売とマーケティングの最前線に立ち、顧客の要望を聞き、顧客の変化を知るからこそ経営は支えられる。社長自身の表敬訪問、社長自身が販売マーケティングの最前線に関わらないことに、社長になったからといって事業というのは管理、社内を管理することではないんです。マネジメントの本質は、事業活動というのは市場活動、マーケットについてのマーケティング、汚くてすいません、マーケティング、市場についての情報をいかに把握して、それを経営のヒントに。事業、市場について一番知ってるのはお客様、お客様が一番ビジネスの最良のコンサルタントなんです。でいくら社長になって会社が大きくなった、上場したある程度のところに行ったからといって、お客様の元に行くのを忘れば必ず業績悪くなります。なぜかというと、あなたが創業した時とあなたがやっていた時よりも市場、顧客関係は変わっていくからです。それをあなたが現場に出ていたら、それを把握して打ち手が打てたはずです。でも営業マン、これ販売代理人に任せるっていうことです。代理人に任せるとどうでしょうか。営業マンというのは自分に都合のいい情報、社員さんというのは自分に都合のいい情報しか上に上げないんですよ。みんな人間そうですよね。お客さんからこんなクレームがあった、こういうことやってください、めんどくさいなって上げないんですよ。時間で雇われている社員さんと社長の違い、命をかけている社長の違いというのは、命をかけた社長自身が現場に行かないことでは分からないことがいっぱいあるってことなんです。私のクライアントさんでもそうですけれども、業績が思うように伸びていない会社の一つの特徴というのは、社長自身が販売、セールス、またマーケティングの現場に出てない、それを任せている、代理人任せている、もっと言うと社長が社長の仕事をしてないということを挙げられます。ぜひですね、社長自身がお客様に
月に何日間会うと決めて徹底的にお客様の変化を、コロナ前コロナ後でもコロナアフターコロナでもいろんな変化ありますし、それをつかむからこそ次の事業のヒントが、もっと言うとあなた以上に事業のことを真剣に考えられる人はいないんです。販売セールスといったものは、販売マーケティングといっても経営において9割大事です。それを人に任せますかっていうことなんです。社員さんとあなたの給料が何倍も違うと思います。その人が同じように働いてくれるわけないんですよね、考えたら。ですので社長自身がセールスマンの報告などに頼らずに、直接お客さんに会って お客さんに我が社のどこがいいですか、どこが悪いですか、どんなところが我が社他社と比べて買ってくれてる差別化されたところでしょうか、どんなところを私我々どういう改善したらいいでしょうか、真摯に聞かないことには経営は決して良くならない。これを市川定さんは社長の表敬訪問と言ってますけど、社長自身が穴熊社内にこもってこんなところから経営をしたら絶対うまくいかない。販売とマーケティングが9割の市場、お客さんに行って必ずお客さんと会ってくださいってことを私言うんですね。営業部がある、うちはマーケティング部がある、代理人に任せられることと任せられないことがあるんです。あなたの会社はあなたが最大の責任者で、あなた以上に経営を考えられる方はいないんです。真剣に昔の言葉で言うと、電波と家から全部かかってるわけじゃないですか。私もそうです。全て持ってかれる、その世界で戦ってるのがオーナー経営者ですよね。ですので、あなた自身が真摯にここに向き合う、市場に向き合うという姿勢を、この市川定さんの言葉から、すいません言葉ちょっと悪い、あなた自身という言葉強くて悪いかもしれないですけど、やっていただきたい。よろしいでしょうか。セールスマンの報告だけ聞いても外部の価値は分からないというのは、マーケティング経営者はマーケティング、マーケットに出なきゃ、経営者の立ち位置というのは外、1週間のうち5日間は外に立ってください。社内にいても何にも見えてきません。会社のみんなから入ってくる情報、裸の王様になってしまいます。限られた情報、いいことしか入ってこないんです。社長の立ち位置は外、お客様に会って直接聞く、事業のいいところ、悪いところ、改善点、どういったところを良くしたらいいのか、お客様の変化、それを経営のマーケティングと販売が9割、ここを代理人に委託せず、社長自身が先頭を立っていつまでもやっていくという気構えこそがあなたの会社を成長させます。ぜひご参考にしていただけましたら幸いです。そういったところ、また社員さんも合わせて、そういったマーケティング、顧客志向、徹底的な顧客志向で、社長の顧客志向、社長の情報が入ってきて、そこからまた新規事業、新サービスができるようなもの、それを私のこのドラッカーを教えてくれる人を生かす経営、膨大なドラッカーをたった7つの原則だけで、企業で1年半から2年かけて導入できる、経営チームと経営者で、こういう組織、市倉さんと市倉定さんがベースとしたドラッカーの知識が実践できる教えを、僕はドラッカーを教えてくれる人を生かす経営7つの原則、産業能力大学出版からのこの本にまとめてます。非常にこの本売れてます。で、私のぜひビコ欄見ていただきたいんですけど、この本を何時間かで概要がマスターできるセミナー、年間で入ってコンサルティングでこれを徹底的に企業に導入する幹部さん、これができる幹部さんを作る企業研修などをやっております。で、お客様の声も弊社日本一に乗っけてると思います。これを実践してあらゆる成果に出たお客様の声を、実例を、載せてありますので、ぜひご参考にしていただきまして、企業さらに今ちょっとあの中段にとどまっちゃっている、さらに次の上り坂に持っていきたい、成長路線に持っていきたいと思われている経営者の方は、ぜひご参考にしていただいて、弊社の、本を、思うをお叩きいただけましたら幸いです。志のある社長自身が販売セールスマーケティング、心を命をかけてやって会社を企業を立て直したい、良くしたいという経営者の方と共に、力強い企業を立て直していくこと、そして生産性の高い顧客志向の組織、公衆企業の組織を復活させて作っていくこと、私は共に、心から応援させていただきます。ぜひあの備考欄から弊社の方にもコンタクトいただけましたら幸いです。ご参考にしていただけましたでしょうか。社長自身の表敬訪問、それが大事だということです。マーケットに社長が身を浸しましょう。マーケットの空気は社長にしか分からない、命をかけた社長にしか分からないものに浸しましょうということでした。ご参考にしていただけましたら幸いです。本日はご視聴どうもありがとうございました。コロナの脅威の中には、経営に困ってる人、もう赤字がこう続いてですね、あの自利品な状況、みんなが好き勝手やって、でこっちにこう情報が上がってこないし、そういう時にあの先生のこれに出会ってるので、経営において一番大切なのは何か、ドラッカー経営というのは人を生かす経営なんです。会社が毎月黒字化できるようになったと、僕がいろいろ言わなくてもほぼ社長室に座って大人をパチパチ言ってるぐらいで会社が経営できるようになった。結束力が本当に固まって、だから不安がなくなったって、そんなイメージがあります。会社の業績がぐっとこう上がっていくような、もう日本一の専門であると、コロナ禍の前よりも最高益を上げてるんですよ。自分の魂がもう突き動かされる、
この大変化の時代、経営者が学ぶべきものは原理原則、それによって正しい意思決定をし高い成果を上げていただきたい。